というわけで今回はね、こちらの AGF シリーズの、ホットウィール関連というかね、まあ、高C 点の車なんで、まあ、そういう関連とになりますけどもね、カフェオールのカロリーハーフ2分の1ということでね、ちなみに私はハーフではございませんという感じですけど、ちょっとね、飲んでみたいと思いますね。まあ、これスティック状になっておりまして、こういう形のね、スティック。これで1杯分ということですね。まあ、通常分ちょっと濃いのですが、まあ、かなり濃いんですが、これを2分の1にしました。ということですね。では、飲んでみたいと思います。この、なんともこのね、甘みと、ああ、いや、確かに、通常のね、AGF のコーヒーと比べますと、抑えられてる感じがしますね。若干、こう、2分の1に収められていて、まあ、なかなかいい味わいかなという感じですね。で、こう、なかなかね、いい味わいにね、なっていて、まあ、豆が濃すぎず、薄すぎず、まあ、ちょうど、まあ、でも、若干ちょっと薄めって感じなんですが、まあ、もうちょっと物足りない人は、濃くてもいいかなって感じですね。ただまああれですね、やはりそのまあ本格的なね、あの高C店のお店とかで比べるとあれですけどね、例えばドドール高C ですとか、あとはあのね、高C の、有名なお店とかありますよね。そこから出されてるあの高C ね、あのローソン限定で売ってるやつね、まあ、ああいったコーヒーとか、あとは城島コーヒー。まあ、ああいったコーヒーと比べると、ちょっとこっちの方が、若干こう落ちてしまうかなって感じはしますけども、でもまあ、なかなかの、味わいが、また、まあ、いいのかなっていう感じではしますね。まあ、このあったかみがまたね、なんかこう、いいなっていう感じですし、まあ、コーヒーだなっていう、まあ、ごくごく一般といえば一般的かもしれないけど、まあ、そういう味わいかな。で、まあ、ちょっとしたこう、疲れを癒したりとか、ちょっとした一息を入れるにはいいかもしれません。まあ、そしてまた仕事や学校に行って頑張るぞっていうね、そういった気合を入れる、ためにも、まあ、こういうコーヒーっていうのいいんじゃないかなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。